はい、今回1月10日に発売を開始した新型プリウスで、おすすめのメーカーオプション、リールオプション、で、値下げの相場と最新納期の方が判明したんで、見積もりながらですね、紹介していって、セダンでプリウス。で、あと人気グレード、人気ボディカラーの方も判明したんで、まあ、そこら辺も注目しながらですね、見積もっていって、グレード変更。ロックグレードあるうち、Z が一番不人気って意外ですね。370万円、2リッターお肉。で、5番目、X、297万円。1.8 リッターの E4。で、4番目、G グレード、342万円。2リッター E4。で、3番目人気。X グレード、275万円。1.8 リッター肉。2番目人気。G グレード320万円、2リッターの肉で、一番人気が Z 392万円、2リッターの E4。で、今回は最上級の Z ですね。2リッターの肉の方で。最新燃費 28.6kg/L で、ボディカラーは全6色。一番人気がプラチナホワイトパールマイカ3万3000。で、その次がアッシュ、無料。アチチュードブラックマイカも無料。2番目人気ですね。アッシュが3番目人気。で、レッドが一番不人気みたいですね。で、マスタード、無料。ダークブルー、無料で。マスタードが4番目で、それからダークブルーが5番目ですね。一番不人気なのがレッドで。で、今回はイエロー、マスタードっていうみたいですけど、選択して、内装は基本的に合皮ですね、どちらも。マチュアレッドの方が人気なんですね。グアリエントブラック、まあレッドの方選択して、で、一括払いにしておいて、車用本体価格は370万。で、メイクオプション。インテリアの項目でセットオプションの方あるんで、こちらをまずですね、選択した方がいいんですけど。マットラグジュアリー。盗難防止、機能付きナンバーフレームセット、デラックス、デバイザーベーシック、3点セットで。安いですね。57,200円。で、エクステリアに戻って、Z 専用のメイクオプションもあるんで、そこら辺注意しながらですね。パウナマルーフ、手動なんですね、サンシェード付き。こちらを選択して、契約段階で選択しとかないと後付けできないんで、で、こちらのホイールを選択した場合、112,200円ですね。安くなんですけどね。デザイン外なんで。でも、セットオプションの方で選択したやつは自動的にですね、チェックが入って、GR 関係、モデル車の関係のパーツはまた別動画で撮ってるんですけどね。まあ、フロントサイドギアをつけた場合、やっぱり30万、40万変わってくるんで、クールシャインキットは安いんですけどね。エアロ関係のパーツは今回スルーして、もう標準のままで十分かっこいいですからね。まあ後付けできますし、スペアタイヤ今回外して 14,300円。メイクオプション、浸水ドアミラー、ドアエッジプロテクター、メッキの方ですね、つけて 11,000円。プロテクションフィルム、リアバンパー 14,300円。まあ傷防止にですね、つけておいて、ドアハンドル部分もフィルムつけておいて 5,720円で、ここら辺は特につけるのはなくて、インテリアデジタルインナーミラー 89,100円。まあこれもあった方がいいんで、後方関係があまり視認性良くないんで、つけといた方が安心ですよね。89,100円。インテリアイルミ、ホワイト、
29,000円で、デラックスとラグジュアリー、さっきのセットオプションは高い方だったんですね。高い方でも安いですよね。9,000円差、8,800円差で、ラケージソフトトレイ13,200円、プリウスのローが入って、セカンドシートバック用もあって、ラケージトレイ11,000円、まあトノカバーいないですね。デッキボード22,000円、アームレストあった方がいいでしょうね。15,400円、サイド式で、で安心ドライブサポートクッション、まあここは辺は別に、イルミライティングキット61,600円、これはもうちょっと安かったんですけどね。レッドとブルーがあって、あ、いいですね、切り替え入れて。で赤外線カットフィルム、ダークスモークの方34,100円の方つけて、セーフティーセキュリティ ITS コネクト27,500円で、ここら辺も特につけるようなオプションがなくて、エクトロニクスデジタルキー33,000円、まあこれはメイクオプションなんで、スマートフォンを車のキーとして使用できます。まあつけといて33,000円、プロジェクションイルミ純正品、まあ純正品にしては凝ってますね。プリウスのサイドデザインとローが入って31,900円、エンジンスターター関連、リバース連動ミラーで、サイドウェルカムイルミ、かっこいいんですけどね、これ55,000円。最近のトヨタの新型車は全部同じ、似たようなデザインですよね。ナビオーディオ、ディスプレイオーディオプラスですね、コネクティとナビ対応で61,600円、 HDMI 入力端子15,400円、まあ、これもつけといて、まあ、プレミアムサウンド8スピーカー別に購入時はなくてもいいかなという感じで、 ETC セットアップ2750円つけて、でオプション確定、新型プリウスにいった Z、 まあ Z にいったですよね、肉で内訳、車用本体375万円、メイクオプションディーラーオプション675,070円、これだけですね、つけて、税金諸費用、まあ2リッターにしてはやっぱり安いですよね、免税になるんで、環境性能割と重要税が料金かからなくて、税金保険料37,700円、販売諸費用88,120円、自宅納車、店頭ですね、引き渡して。で、あとは、同サービス6,000円、保証がつくしプラン込みで、7,700円込みで、まあ、納車、引き渡しですね。店まで取りに行けば、料金かからないんで、1万弱引いて、108,550円、まあ、あくまで目安ですね。あそこの店舗によって違ってくるんで、でね、雪はこう相場としてゼロっていう店舗が多いみたいですけどね、値引いてくれる店だったら10万15万っていう情報もあって、まあそれでやっぱり5万とか10万っていう店舗が多いみたいですね。で1月中旬時点でオーダーストップの方が変わってるみたいで、抽選に当選した人以外で現時点での最新納期としては予約段階でしかないんですけどね、1年半か2年という情報で、まあだいぶ納期変わってきますね。まあ延長する可能性も
高いですし、車用本体プラスメイクオプションディールオプションで、あと諸経費込みで上級 Z を肉総額が448万3620円。まあ83,620円引いてくれたとして、それでも440万ですね。はい、今回トヨタ新型プリウス最上級 Z 肉メイクオプションリールオプションおすすめと、ネイキャーコン相場最新納期について紹介しました。